ようこそカラス塗り機へようこそ、今回はザダン、チャンキュール鶏ささみ味かな、これを揚げてみたいと思います。ちなみに力さんに、チュール揚げるのは初めてなんですけど、ただ力さんはこの何やろ、食感にこだわる人なんで、あんまり好まないんじゃないかなと思って今まで避けてたんですけど、まあ一回揚げてみたいと思います。ささみは好むんやけどどうでしょうっていう感じでいってみたいと思います。はいはい、分かってるよ分かってるよ。食べようか。ちょっと待って、この辺かな。はい、いくで。こう開けて、こうやから、そこじゃない。出てくるやつ、ここに出てくるやつ。ちょっと待って、切り方見せてる。ちょっと待って、浅くしすぎたな。ピピって浅くしすぎた。ちょっと待って。いいよ。このもん。待って、1、1、1、1もん。あ、出た、ほら。ほら、出てる。くで。どう？うまいんちゃう？ほら、出てきた。お、まあまあ食ってるやん。意外。さすがささみ好き。え、なんでどっか行ったん？こすりつけてるやん。何？いらんってこと？もういらん？もしかして。あ、食べ。出てきた。ほら、出てる。食べて。はい、どうぞ。ほら、ここ出てみよう。むにょってなってるとこ。そう、いいよ。はい。え、食べてんのそれ。全部拭いてるだけ。やっぱ食感的に無理なのかな、力さんには。出てきた、ほら。ほら、この丸。ポチョって出てる、ポチョって出てるよ。見て、ほら。はい。もういらんの、もしかして。まさかの、そういう感じ？やっぱりこれ食感が上がった。もういらんってなってみる。やっぱりそうでした。食感ダメでした。じゃあもう終わりやな。はい、今日の動画も終わり。もうおしまいやで。力さん、ええのっていうか、俺が良くないねんけど。はい。じゃあここに置くで。それはでもうええんかい。もういらんの。袋にすら興味なくなった。今回は力さんにチュール鶏ささみあげてみたんですけど、食感が気に入らなかったみたいで、一回は口につけたものの拭き取って、それ以降は口に入れようとしませんでした。で、袋ごと渡したやつに関しては、イロハスですけども、もう完全に興味をなくして放置です。というわけで、力さんはチュールは食べませんでしたっていう結果で、今回は終わりにしたいと思います。残ったチュールは、猫に食べさせることにしたいと思います。力さん、バイバイ。
きちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。